Thank you.
ワイドラインもあるんだけどさ、ワイドラインもあるんだけど、なんか何だかと思ってる。何本か持ってきたんだけど、沖縄一本なんだよ。さまざまなそれぞれの皆さんが
一人と相手一人をしっかりつなげていくことをどうぞよろしくお願いいたします。その言葉をしっかりと皆さんと実現していこう、勝ち取っていく、その行動を続けてまいりましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、中加藤ご指導さん、ご挨拶をお願いいたします。
こういうことはさできません。そのために私は住民党でありますけれども、先頭に立って頑張っております。理財、娘を皆さん、お力を貸してください。ありがとうございます。どうも。時間の中でありますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、次に、安倍政権からお願いいたします。安倍政権からお願いいたします。国会方位に集まられた皆さん、私はオール沖縄一区代表、日本共産党の赤嶺政権でございます。皆さん、昨年1年の沖縄県民は名護の市長選挙、名護の市会議員選挙、そして知事選挙、衆議院選挙としっかりと沖縄県民の意義を表明してまいりました。あの10万票以上の差をつけて小野川知事が圧勝した直後に衆議院選挙はいきなり行われましたが、その時の沖縄県民は団結しよう、1区、2区、3区、4区、辺野古新基地建設反対の交渉突然させようと団結をしっかり築き上げて、1区から4区まで自民党全員を落選をさせました。そして辺野古新基地建設反対の候補者4人が今日揃ってこの場に結集することができました。県民の民意を岩盤のように固くなった民意を、安倍首相がどんなドリルを持ってきても絶対に破壊することはできません。県民の熱い壁に阻まれて追い詰められるのは安倍内閣の側であります。今皆さん、私たち沖縄県民はあの辺野古の埋め立て承認を撤回させる、解決することができる、この権限を持ったのは沖縄の我が地に一人であります。でも絶対にここに介入することはできません。